かゆ占いとは、かゆを用いて一年の吉凶を占う年占いである。毎年、日本各地の神社で祭礼として行われる。多くは正々月に神にあずきがゆを献ずるときに行われ、占われる内容はその年の天候や作物の豊教などである。起源は、年中行事秘書によれば、中国から伝えられたので、この日にあずきがゆを死ゆもしくは行進死の女の、音量に教師。 これを食すればそのたたりを逃れ、年中の邪気を払うという伝説に由来するという。方法にはいくつかあるが、多くは、煮え上がった粥の中に棒を入れてかき回し、棒についた米粒の数で占うものである。他に、細い窒管などを米などとともに、鍋かまで煮て、炊き上げた後に管を割いて、中に入った粒の数を数える感情を、筒が湯や、粥を数日間放置して、 カビの生え具合で占うものもある。かつては全国的に神社ではなく、村落や一族の本家などで共同で行われていたとみられるが、そのほとんどは行われなくなり、神社で神事として行われるものが残っている。九州では、北部九州を中心にカユ占いが分布するが、福岡県、佐賀県、大分県西部では、カユや飯を半月から1ヶ月放置して、 それについたカビの生え方や色でその年の法境や天候を占う方式のカユ占いが点在する。特に、筑後川中流域の朝倉郡や、セフリ山から、佐賀平野にかけての佐賀県南部に集中して分布する。1月15日に、丼帯の湾に、小豆や塩を入れたカユを大盛りに盛り付け、神前に備える、カユ炊き、カユ入れを行う。 数週間から約2ヶ月経ってから、神前に備えられた粥を取り出す、粥開きを行い、粥についたカビを神社相談や、宇治子相談が中心となって何人かの宇治子が、神社に伝わる五条面図や区芸を元に判別し、カビの色やついた場所、生え具合で占う。儀礼の終わった粥は、付近の遺跡や川に流す。占いの結果は、宇じ子同士が話し合って決め、そのプロセスは、 宇治子以外のものでも自由に見ることができる場合が多いが、福岡市西区の飯森神社のカユ占いのように、宮司とか湯元だけがカユ作りからカユ占いまでに関わり、他のものはその結果のみを聞くことができるという非議性の高いカユ占いもある。ありがとうございます。